どうだろう、問題はないと思うが。危ない、離れろ。この程度ではまだ足りないな。合図をくれ。とっておきをくれてやる。どこにいるんだよ、相沢さんは。さすがに、日が落ちる前には下山した方が良さそうだけど、その前に。お。あ、あ、相沢さん、よかった、やっと見つかった。なんだ、誰かと思えば話題沸騰中の風魔じゃないか。こんなところに何しに来たんだ。すいません、お邪魔してしまって。急用がありまして相沢さんを探していました。ふーん、急用ね。こんな山奥までご苦労さん。しかもその格好、一人で歩いてきたんじゃないか。それはまあ、でもそれを言うなら相沢さんもそうでしょ。それが実はそうでもない。ここまで来たんなら、ここら一帯が井川の土地だってことは知っているな。はい、こちらの方に向かったという情報を聞いたとき調べました。そうか、なら次からはぜひその情報から一歩進んで調べてみるべきだな。それは井川さくらのハンカチだよ。ここらの獣はさくらに従順でよく懐いているからな。彼女の匂いがするものを嗅がせれば協力的になるんだ。こういう山奥の快適な広場にも自らタクシーを務めてお客様を案内してくれるってわけ。そんな方法が？というかそれじゃあ
さくらは愛沢さんがここにいることを知ってたんですか？まあね、ハンカチを借りるために連絡したら今は御社にいないって言うから部屋の入室許可をもらって借りてきたんだ。ああ、なんて骨折り損だよ。まあそうぼやくな。いい勉強になったし、いい鍛錬になっただろ。そうですね、そう思うことにします。俺自身少し視野が狭くなっていたみたいですし。またここで休憩しようとしていたんだろう。ほら、一息入れるといい。コーヒーだ。ありがとうございます。いただきます。うまいです。なあ、大自然の中で飲むコーヒーは格別だ。もしかしてそのためにわざわざここまで？せっかくの休日だからな。誰にも邪魔されずのんびりと過ごしたかったんだ。まあそれも終わりのようだが。事例というほど大げさなものじゃありませんけど、上からもらった命令書です。今後しばらく特務中隊のサポートをお願いします。忙しいって噂の特務中隊か。まあやりがいはあるだろうな。わかった、文句はない。ありがとうございます。これでなんとか次の計画が立てられるな。よっと。なんだ、もう出発するのか？ええ、愛沢さんが加入したことでフォーメーションや舞台構成を決め直したいので。あ、もちろん愛沢さんはしばらくこちらにいても大丈夫ですから。ということはすぐに任務があるわけじゃないんだな。ええ、今のところは。でもすぐにでも動けるよう早めに考えておかないと。おっ、愛沢さん。これは釣り竿だ。それは見ればわかりますけど。隊長に言うのもなんだが、お前はどうもせっかちというか余裕が足りないな。ここで少し時間の使い方を学んでいくといい。せっかくですけど、やることがまだ。やるべきことなのはわかるが、今日明日に必要なものでもないんだろう。それに疲れ切った頭が
一日やそこらで考えた作戦で私を使いこなせるのか？それは…私を満足させる作戦を考えるためにも少し休んでいけ。疲労を取るのももちろんだが、贅沢な時間を味わって余裕を得るのも大事だ。わかりました。お言葉に甘えます。よし、それでいい。さて、そうとなればまずは近くの沢で夕食の調達だ。と言っても最低限の野営の準備しかないんですが。私が用意しているのを使えば二人でのキャンプくらいはなんとかなる。休めと言った矢先にもう仕事のことを考えている顔だな。それは、すいません。何を考えていたかは大体わかるが、まずは休め、キャンプを楽しめ。そうしなければ私は一切自分のことは話さないからな。わかりました、そうします。